はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画図形の第10弾をお送りします。で、今回ね、今載ってるこの2問やっていきますので、ぜひね、ここでチャレンジしたい方は動画止めてやってみてください。で、問題用紙をね、外して、この後解説やっていきますので、まあ見ながらやりたい方は、パソコンなら別タブで開いてもらったりとか、あとはツイッターの方にこの問題ね、載せてありますので、まあそっちでチェックしながらぜひね、見てみてください。よし、じゃあ下げて、ちょっとやります。ちょっと画面動きますっておかしいね。いくよ。よいしょ。はい、行き過ぎた。OK。よし、じゃあやっていきましょう。で、まず1番が、まあ、こういう形だね。扇形、まあ、あと円の4分の1と直角三角形がくっついてる形ですね。で、ここの面積と、まあ、ここの面積が同じ時に x 求めなさいっていう問題です。ただ、まあ、見てわかるように、このね、細長いこの面積と、この変な三角形になってないからね。この面積を求めるのはなかなかちょっと骨が折れると。であれば、ちょっと工夫をして考えていきます。で、どう考えるかっていうと、結果的にこの赤と青の面積が同じっていうのは、ここの円、ここです。ちょっと塗らないけどね、この部分。この部分の面積と、ああ、まあ、いっか、ちょっと許して。直角三角形、ここね。ここの面積が同じなんだよねっていうのと同じことを言ってます。結局話をこっちにすり替えちゃえばいい今回で。なんでこうなるかっていうと、もともと赤のところここね、この面積っていうのはこれこっちにするためにこの部分どうしようかな、黒で塗っちゃうか、あ、いっか、曲がり塗っちゃおう。ここですね、この部分とここを足したのがこれですよね。こことこれ。で、直角三角形の方も、結局、同じ、この部分とここを足したのが直角三角形ですよね。で、もともとこことここが同じって言ってるから、それに同じものを足しても絶対同じですよねっていう。だから、ここに気づくことができれば、あまりも難しくないです、この問題は。で、まず赤の方から面積求めていくと、これは半径6の円の4分の1なので、円の面積は半径かける半径かける π、つまり、6かける π、これが円ね。で、それの4分の1になってるから、こうしてあげると、9π になります。これがこっちの面積。で、青の方なんですけど、これまぁ、x っては置いてもいいんですが、まぁ、自分がね、もしちょっと分かりやすいにやるんだったら、ちょっとここをね、a とかって文字で置いてしまいます。違う文字で。で、そうすると、もう、底辺×高さ割る2だね、三角形は。だから、a×6 割る2なんで、3a ってことが分かります。で、そうすると、こっち 3a ね。面積が。9π と 3a が同じってなるので、まあ 3a イコール 9π ってしますよね。で、これ両辺3で割れば、a イコール 3π になります。で、大事なのが、今ここ。ここの辺の長さが 3π ってことが分かりました。でも求めたいのは x なんです、こっち。で、ここですよね。ここ。ここって長さ6だよね。だって、ここの、まあ、円、もともと円を考えたら、これ半径だし、ここも半径だからね、絶対同じになります。ってことは、6と x を足せば 3π になるんですよ。だから、6プラス x イコール 3π にして、結局 x を求めなきゃいけないので、x イコール6をね、こっち持ってくれば、3π マイナス6、まあ、一応、カッコセンチメートルしとこうか。これで終了となります。まあ、ここですね。ここ気づけるかどうかが大事。まあ、変な図形が出てきたら、ちょっとパズルみたいな感じで工夫してみようって思うといいです。直接ね、こことここを求めようっていう厳しくなってしまうのでね。で、2番。次が、AB を直径とする円 O を
底面とし、線分 AC を母線、まあ斜めね、これを母線とする円錐があると。で、点 D が線分 BC の中点。ここね。こことここ、まあ2本にしとこうか。見やすいからね。ここ長さ同じだと。中点だからね。で、AB が6の AC が10。ってことは、ここが10。だからここ半分だから5なんだね。5と5。で、下が全部で6やと。まあ、こういう状態になってます。で、求めたいのが AD 間の距離なので、結局 AD、ここを求めたいと。で、こっちの問題なんですけど、これ、まあ、問題とかちょっと拾ってきてやったんですが、答えしか載ってないやつなんですよ。途中式がないやつなので、自分が解いたやり方で紹介しますけど、もしかしたらね、あれもっと簡単なやり方がある気もします。ちょっとね、自分が見つけられなかったんで、もしね、あれって、これやったら超簡単なのに何やってんだって思う方は、コメント欄書いていただけると、書けるものだったらね、書いていただけると、他の方、勉強になると思いますので、もしよかったらお願いします。で、自分のやった方法はですね、まず、ここ。下ろしてきて、C を求めに行きます。で、これは三平方の定理で求めることができます。ここ垂直になるので、で、ここね、半径だから、ここ3になります。全部6だから。ここ3。3、10って分かってるんで、三平方の定理使うと、まあ、ちょっとちゃんと書こうか。斜めのね、斜辺の方の2乗なんで、10の2乗。100イコール3の2乗、9プラス CO の2乗。で、CO の2乗が91になるので、CO イコール、プラスマイナス、ルート91であるんですけど、長さにマイナスはありえないので、もう先にね、マイナス除去して、これ線引いたらまずかったね。答えじゃないよ。CO がルート91ってまずわかります。で、次に、ここに垂線下ろします。ここ。垂線です。で、下ろして、ここの三角形 BCO でちょっと勝負します。まあ、これまだ答えまでいけないんですけど、ここのね、長さが欲しいんですよ。これどうしようかな。なんか文字使おうか。じゃ、E とかって置きますね。で、そうすると、一回書き出そうか。状況としては、C、B, E, B じゃない。O, B, D か。こうなってると。で、長さが、まあ、長さよりもここがね、中点になってて、ここが今ルート91で出しました。で、D, E が出したいんですけど、これ、垂線両方下ろしてるから、もう当然ここ平行になるんですよ。両方垂線だからね。で、こっちが中点使ってるんで、中点連結定理使えるんですよね。つまり、ここの DE と CO は1対2になります。1対2。これ中点連結定理なんですね。だから、まあ、ちゃんと普通に解くんだったら、1対2イコール DE 対ルート91です。ここ対ここが1対2と同じになる。まあ、中点連結定理っていうか普通に比で求めてもいいけどね。相似のところの勉強のやつで。で、中、外、外かけると 2DE。イコールルート91です。で、両辺2で割れば、D イコールルー、お前、2分のルート91になります。ね、なかなかいろいろ出してきましたけど、で、なんで DE 求めたかったかっていうと、DE さえ出ちゃえば、あとはここの直角三角形で三平方で倒そうと思ったんです。で、これも書き出そうか。ここは垂線を下ろしたからもちろん垂直ね。で、A で E で D になってる。AD 出したいんだよね。で、DE が今出したように2分のルート9、うい、ルート91です。じゃあ、A いくつかってなるんですけど、今、ここまで3なんですよね。で、ここっていうのは、つまりここね、今、EO なんですけど、ここも1対2になってるんで、結局3でしょ、ここ。3を半分に分けたのと同じなんで、2分の3なんです、ここ。2分の3。で、元々の3が2分の6と同じなんで、AE は2分の9になるんです、ここ。ちょっと早足で言ったんで、もう一回行きましょうか。AO が3。これはね、半径なんで OK。で、あとそれにここの EO を足したいんですけど、EO ってここね、こっちの図で持ってくると、半と中点になってる。ってことは、ここも中点なんです、今。相似だから。3分にしようか。で、元々3センチなんです、3センチ、ここ。
それを中点ってことは半分に分けるから半分なんで2分のをつけて2分の3となってます。ちょっとこれあれだね、2分の30みたいに見えるね。下に下ろそうか。2分の3で、その2分の3と元々の3、3って2分の6と一緒だからさ、それくっつけて2分の9になりましたと。で、あとは三平方で倒すことができます。斜辺の2乗、 AD の2乗ね。で、こっち2乗するとしたら4分の、上は2乗したらルートが外れるだけです。91。で、こっち2乗すると、4分の九九81。これまだ下入るかな？一応入るか。で、じゃあ2乗で足すと4分の172です。で、最後2乗取るので、プラスマイナスルートがつくと。ただ、長さって分かってるから、もうマイナスは無視してしまって、これ入るよね。OK。で、下はね、ルート4なんで2分ので OK です。で、ルート172ですね。で、ルート172が、いくつだ？ 4×43 か、これ。ちょっと待って。合ってっかな？ 4×43？ 4、4、30、100、なってるね。ってことは、4が2で出てくるんで、2ルート43なんだね。で、ここは約分できるので、結局残ったのが、ルート43でしたと。これで終了になります。なるんですが、最初にも言ったように、なんかでもっと簡単なやり方がある気がします。はい、結構何回かチャレンジしたんですけど、最初でこれで解けてしまったので、全部ね、考え方がこっちに持ってかれちゃってて、自分がまた気づけなかったんですけど、もしね、他にある方は、解放がね、ある方はぜひコメント欄、書けるものは書いておいてもらえるとありがたいです。よろしくお願いします。では、今回は受験対策動画図形の第10弾をお送りしました。今回もここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、引き続き、いろんな単元ね、また取っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。